はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は、なんとプロの対局において一間飛車が出現いたしましたので、棋譜解説をさせていただきたいと思います。一間飛車をやったのは後手の西田五段、そしてそれを受けたのが A 級棋士佐々木勇気八段です。今、西田五段が9筋の位を取りまして、10手目9二飛車と寄っていきました。アマチュアの将棋ではたまに見かけますが、プロの将棋で見たのは、つい先日山本五段が木村九段にやって以来2例目となっております。攻撃の作戦でした。そして佐々木八段は4六歩と突きまして、西田五段3五歩と突いていきます。そして4七銀9四飛車と浮いていきました。そして2二角成同銀8八銀と佐々木八段が受けていきまして、西田五段は6二玉と上がっていきます。一応この一間飛車のメリットといたしましては、やはりこの9筋の位が取れていること、そして飛車を先手の動きに合わせて好きなところに振ることができると、まあ、後出しじゃんけんみたいなことができると、ね、それが一応ポイントとなっております。勇気八段は7八玉と寄りまして、西田五段は7二銀と上がりました。そして3六歩と早速動いていきました。これが機敏な一着で同歩同銀と一歩手持ちにしまして、先手もやれそうな状況になっています。そして西田五段は7一玉と引いていきました。そしてここから5八金左と勇気八段が上がっていきます。これもちょっと驚きの一着ですね。まあ局面のバランスを保つために王様の硬さは犠牲にした、そんな一着です。そして西田五段は3三銀と上がりました。ここで勇気八段は3七桂と跳ねていきましたが、これが結果的には少し危なかったようで、西田五段が3四飛車と回ったのが機敏な一着で、3五歩と先手に歩を使わせることに成功いたしました。ちなみに3七桂のところは保留して7七銀という手も非常に有力だったようです。7七銀に3四飛車なら4五銀と歩を節約して出ることができると、こういう大きな違いがありました。それにしても3七桂に3四飛車、本当に機敏な一着で、これで4五銀だと3七飛車成がありますので、3五歩と打つしかありませんが、これで一歩使わせて7四飛車で後手が好調な流れになりました。でそして以下7七銀と受けていきますが、9三桂馬と西田五段が活用していきます。これも一間飛車のポイントなのに一着で、7四飛車から9三桂で8五桂を狙っていくのがシンプルながら非常に破壊力のある展開となります。9三桂に実戦は8六歩と突きましたが、8四歩と突き返されて次の8五歩同歩同桂が分かっていても非常に受けづらく、ここで西田五段が有利な状況になりました。ちなみに8六歩では7五歩と突き返しても非常に有力だったようで、仮に同飛車なら8六角と打ち返して馬を作ってどうなるかというところですね。まあ以下7四飛車5三角成8二玉で、あくまでも8五桂を狙って、これも非常に難解な戦いですが、まあ、8六馬と引きつけて4二角で馬を消しに行きますが、そこで一例として7五歩同角7六馬もしくは9五馬と馬を逃がして不存ですが、馬の働きを主導してどうなるかと、こういう指し方が有力だったようです。ただこれも本当に一歩損になってしまうので、かなり指しづらい指し方だったのかなというところで、実戦の8六歩の方が人間的には自然な一着だと思われます。ただ8四歩が絶品で、これで次の8五歩が受からず後手が有利となりました。以下6六歩に8五歩とついていきまして、同歩は同桂から7六飛車という攻めが非常に厳しくなるので6七金と受けていきますが、そこで6四角と打っていたのが、これがまた面白い一着でした。次8六歩と4六角を狙っています。結果的に6四角のところでは普通に4四飛車と回ったり8六歩と取り込んだり、シンプルに攻める手も非常に有力だったようですが、6四角面白い一着でした。でここで8五歩同桂8八銀という手も非常に有力ですが、やはりちょっと桂を跳ねさせて、後手を引くのはちょっと悔しすぎるということで、勇気八段は見送って5六金とぐいっと上がりました。
非常に力強い一着で次の6五金を狙っています。こうなってみると6四角が少し危ない手だったという形でしょうか。以下4四銀と西田五段が上がっていきました。これもすごい手ですね。6五金は大丈夫というふうに見ています。6五金は4六角と出て次の3七角成を狙えば大丈夫ということですね。結城八段は2四歩同歩6五歩と反撃をしていきました。でここで西田五段は5五角とふわっと金の利きに上がっていきました。これも強い手ですね。同金は同銀で十分さばけていくと、そういう状況になります。実戦はここから2四飛車とさばきまして2三歩に2九飛車と再下段まで引いていきました。西田五段は8六歩と取り込んでいきます。次8五桂や8四飛車が厳しいですが、ここで結城八段は4八金と上がって飛車の横利きを通して受けていきました。でここから西田五段は8七歩成という非常に鋭い攻めを決めまして、ここではっきり優勢となりました。まあ、結果的に4八金は5八金の方が良かった可能性が高かったようです。まず本譜の攻めをご覧いただきます。8七歩成同玉に8八歩が激痛となりました。これでもう半分決め手ぐらいの一着になっております。8八歩に対して仮に同銀の場合は8六歩と打ちまして、同玉は8八角成ですし、7八玉も8八角成同玉7六飛車とさばきまして、これが8七銀の詰めろです。7七歩と受けても5六飛車同歩8七銀7九玉7八金打ちで詰ますことができるということですね。ということで、同銀は決まってしまうことが分かりました。また同玉も8五桂がすこぶる厳しく、この要の銀取られては困りますし、6六銀も7六飛車とさばいて、次の6六角もしくは6六飛車からの2枚替えを狙って、5五銀と角を取ると同銀と取って、仮に同金なら7七銀で一気にこう決まってしまうと、という恐ろしい筋がたくさんありました。ということでこの8八歩がもう取れないということで、かなり先手が苦しい状況になりました。結果的に5八金と上がっておけば、以下、例えば8八歩成同玉、8七歩成同玉8八歩の場合は、同玉と取りまして、8五桂に6六銀。この場合は金の利きが非常に大きく、7六飛車には6七金と上がることができまして、これは先手が優勢でした。ということで、4八か5八か非常に大きな違いとなっておりました。まあ、結果的に5八金であれば、後手ももちろんこう別の攻め方をするんですが、まだまだ形勢は難解だったということですね。4八金だったので8七歩成同玉8八歩が成立してしまいました。先ほどの変化で6七金が指せなくなっているという状況です。で困った結城八段ですが、ここから4五歩と突いていきました。銀が逃げてくれれば5五金と角を取ることができます。ただ実戦は逃げずに 8九歩成と鋭く踏み込んでいきました。そして4四歩に8六歩が絶品の叩きで、同銀は8八角成で詰んでしまいますし、同玉も8四飛車と寄られて寄り筋に入ってしまうと、そういう状況になります。なので7八玉と引きますが、そこで冷静に4四角と歩を回収していきました。そして以下6六銀と結城八段は銀を繰り出していきます。将来的に8四飛車からの攻めを未然にこう取らしていると、そういった受け方になります。西田五段は8四飛車と回っていきますが、これ8八歩は同等で意味がないということで、強く6七玉と上がりました。これが6六銀の狙いで、味のいい形になりました。ただ西田五段は構わず8七歩成と踏み込んでいきます。そして5五銀打ちと手厚くした手に対して構わず7八ととしたのが、これがまた面白い一着でした。同玉は8八飛車成から6七玉に4八竜と、この遊んでいる4八の金が取られてしまうということで、実戦は5八玉とかわしていきました。西田五段も追撃の手は緩めず2四桂と打ちます。で銀が逃げれば3六歩があるということで、4七玉と結城八段も精一杯の早逃げを見せていきます。そして西田五段は8八飛車成と冷静になっていきました。
この辺は一間飛車の作戦が成功して西田五段が大優勢となっております。で実戦はここで8三歩と打っていきました。これもさすが A 級棋士といえる怪しい一着で、同竜などはちょっとこう攻めに効かなくなってしまうのでもったいないということですね。ということでここから西田五段なんと受けずに6八とと強気の攻めを発動していきました。そして勇気八段は4四銀と取りまして、同歩に7七銀というすごい手を放っていきます。これ同竜と取らせて6四歩というふうに攻めていきました。まあ7七銀です、この強引に後手の攻めを遅らせてしまうというすごい手ですね。さすが A 級棋士という感じの凄まじい粘りとなっています。が同竜に6四歩とついていきます。同歩だと6三歩の垂らしがなかなかいやらしく、同銀には4一角と金銀両取りに打つような筋もあるということで、実戦は見送って6七銀と打っていきました。このあたりはもう後手勝勢となっています。そして以下6三歩成同銀と進行しまして、ここで勇気八段は3四角と打っていきました。もし3四角のところ普通の4一角の両取りだとどうなるのか、これも見ていきたいと思います。この場合は一例として5六銀ならず同玉6七竜で、これで手順に6三の銀に紐がついてしまうので、ちょっとまずいというそういう状況になっておりました。なのでこの攻めは通用しないということで、実戦は3四角と攻防に打っていったということですね。3四角がうまい攻防手で8二歩成を狙って後手陣もかなりプレッシャーがかかるんですが、ここで西田五段は5八とと鋭い踏み込みを見せていきました。以下同金と取りますが、同銀ならずから一気に寄せにかかります。同玉に対して一回7八竜と利かすのが細かい一着でした。これで6八歩と受けさせて6筋に歩が利かないようにして3六桂と4八金の詰めろをかけていきます。佐々木八段は4七玉と早逃げで対応していきますが、6八竜と追っていきました。そして勇気八段さらに3六玉と逃げて桂馬を取り切ってしまいます。西田五段も当然読み筋で4八竜と追っていきました。まあ、次4七銀が非常に厳しい状況となっています。で4七歩と敵の打ちたいところに打てで打ちますが、3八銀と打つ手が2九の飛車取りと4七銀ならずや4七竜を見せた非常に厳しい一着となりました。決着の時が近づいております。で実戦はここで8二歩成6二玉と一発勇気八段が効かせていきました。8二歩成のところは同玉と取るでもありそうでしたが、6二玉の方がより手堅いということですね。そして以下4六金と寄って4七地点を受けていきますが、2九銀ならずと飛車を取ったところで佐々木勇気八段の無念の投了、西田五段が一間飛車で A 級棋士を下したという棋譜になりました。本当にすごいですね。まさか一間飛車がプロの対局で現れて、しかも A 級棋士を倒してしまうような本当にびっくりしました。とりあえず以下はちなみに例えば7五桂などとやりますと3七竜から先手玉が攻め筋に入ってしまいます。同玉と取りまして3九飛車と打ちます。で4八玉は3八飛車成5九玉に5八金までの詰みです。また2六玉とかわす手には1四桂と打ちまして、1五玉には2四銀と打って1六玉に2六金という詰み筋がありました。また2七玉も3八飛車成で、結局これも1六玉なら1五銀と打ちます。で同玉に1四歩とつきます。でどこにかわしても1五金まで詰みます。1五銀と打てば、まあ、あとはもう一本道、非常に簡単な詰み筋ということになっております。ということで、ここでもう攻防ともに3七竜の詰めろで、後手玉はまだ詰まず、攻防ともに見込みなしということで、勇気八段投了となりました。まあ、1六角っていうのが一応、その詰めろ逃れの詰めろ風味の手なんですが、これに対しては4三銀と打つのが手堅い一着となっておりました。勇気八段もこの辺まで読み切っての投了だったと思います。一例として同角成、同金、同角成とやると、結局、3八地点がお留守になるので3七竜、同玉に4八角と打つ手が成立しまして、
同玉3八飛車でどこにかわしても頭金までの詰みになってしまうと、まあ、4八角がポイントで、あとは簡単な詰み筋ということになります。あと1六角に、まあ、2七銀というちょっとおしゃれな手もありまして、同角と取らせれば後手玉の詰めろ消えるので、まあ、1五金と縛るぐらいで勝てると。また同玉と取れば、2八飛車から3六玉2六金まで詰むということですね。ということで、まあ、どちらにしても結局勝ち目がないということで、結城八段潔くここで投了となりました。一間飛車が A 級棋士を破った歴史的な一日だったと思います。本当にすごい指し回しでした。一応序盤のポイントを軽く振り返っておくと、そうですね、やっぱりこの9筋の位を取って飛車をスーッと浮いていきました。そしてここ3七桂が自然な手に見えて、ちょっと3四飛車で損してしまったというところだったでしょうか。まあ、でも初見だと本当に対応すごい難しいところだったのかなというところですね。そしてなんといってもやっぱりこの9三桂馬から8五桂、すごくシンプルな狙いなんですが、想像以上に受けづらく、さすがの結城八段でもちょっと対応が難しかったというところだったと思います。やっぱりこう一間飛車をいきなり食らってしまうと、非常にどんな棋士でも対応が難しいということがよくわかる、そんな状況でございました。そして中盤ではやはりこの4八金が敗着になってしまったでしょうか。5八金と上がっておけば、まだまだ若干後手有利ながら、まだまだ十分先手もやれそうでしたが、4八金だったため8七歩成同玉8八歩、これが次の一手のような決め手級の一撃で、さすがの結城八段もここからではもう粘れない、そんな状況になっていたでしょうか。同銀と同玉の変化は先ほどやらせてもらいましたが、5五金の変化まだやってなかったので少しやっていきたいと思います。これ同銀と取ります。で8八玉8八銀、いずれもありますが、この時に6六銀とふっと出ていきまして、角2枚だけではちょっとこの王様があまりにも、で8六歩同玉8四飛車とかあるんですが、ちょっとあまりにも受けづらく、後手が完全にやれる展開になってしまうということですね。まあ、7七銀なら、6七金と打ちまして、で6六銀なら8六歩と一発利かせて、同玉は8四飛車が厳しいので王様かわしますが、そこでまあ6六金かあるいは7六飛車で、寄り筋に入ってしまうと、そういう状況になっておりました。まあ、7七に何か受けると、まあ、こう同飛成と取りまして、同銀に8七銀から詰むということですね。で7七歩なら普通に6六飛車と取っておけば、ちょっともう8七銀からの詰みを受ける術がほとんどなく、後手玉は全く詰まないと、そういう状況でございました。やはりこの8七歩成同玉8八歩が見事な3手一組で、ここから先はもうちょっと結城八段としてもどうしようもない、そんな状況になっていたと思います。一間飛車で A 級棋士に快勝、西田五段が見事に決勝トーナメントベスト8進出となりました。果たして藤井棋聖に初挑戦になるかどうか注目して見ていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。